い、どうも、今回も梵天太郎の動画を上げたいと思います。で、今回はですね、梵天太郎の武勇伝ベスト10。やっ、梵天太郎の武勇伝、一つ目。はい、モハメド・アリの1972年の日本での試合のガンを作ったのが、梵天さんなんです。すごい。はい。いや、そうなんですよ。すごいじゃないですか。そう。で、そのガンを、試合終わった後に、はい、勝慎太郎にプレゼント。めちゃめちゃすごいじゃないですか。すごいですね。私がね、探しました。おう。そしてね、勝慎の奥さん、たまに、お姉さんに、ところに電話入れて、はい、そしたらね、もう分かりませんと、はいはいはい、引っ越しをあちこちしましたので、はいはいはい、結果的には分からずじまいで、いまだに。なるほど。梵天太郎の武勇伝、その2。はい、カルーセルマキさんに入れ墨を彫ったことがある。おお、レジェンド。はい、はい、マキさんは、はい、最初ね、ここにね、バラの入れ墨が彫ってあって、これはね、梵天太郎が彫ったんじゃないと思うんですけど、で、そこのところに、はい、例のとこから、はい、例のとこってわかりますか？例のとこ、あそこからね、はい、蛇が出てくる、彫ったのが梵天太郎です。酒場で2人で飲んでて、俺映画撮ったんだって話したら、はい、なんで私を出さなねえよって怒られちゃって、うん、で、しょうがないから、それじゃあ出すよ、うん、で、その人の、ね、掘ってる、まあ、真似事で掘ってあるんだから、うんうん、しながら撮ったのがタイトルバックに入ってます、はいはいはい、だから、その物語の中には全く関係なくタイトルバックだけにカルーセル・マキさんが出てるんです。まあ、でも映画のポスターとかにはね、カルーセル・マキって書いてある。ポスターなんかにね、だって何だって有名な人だから、カルーセル・マキって書けばと思って書いたんじゃない。梵天太郎の武勇伝その3。はい、チャーリー・シーンに入れ墨を彫ったことがある。おー、バイタルじゃないですか。そう、ハリウッドスターだよね。はい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 。あの人はね、必ずね、日本に来ると梵天さんのところへ寄ってね、よく無駄話をしながら、はい、世間話をしながら行ってました。で、ある時に自分を掘ってくれと、言うんで、確か右腕だったと思います。ここにね、正気さんかな、なんかを掘ったありました。梵天太郎の武勇伝その4。はい、初期のジャニーズを代表する、はいはいはい、フォーリーブスのアメリカデビューの時の衣装を作ったのが梵天さん。おお、すごいじゃないですか。はい、これ多分日本の和柄っていうのが、はいはいはい、アメリカにものすごいアピールできてっていうのを、うん、ジャニーズの戦略として取り入れたんじゃないかと思うんですけど、これもね、ジャケットもあるし、はいはいはい、当時の明星のグラビアとかもあるんで、あ、すごい。それもちょっとまた見せたいですね。あ、すごいですね。うん、梵天太郎武勇伝その5。はい、世界的ファッションデザイナーの山本寛斎さんと、はい、1970年代にコラボしている。おお、すごい。いや、これ以前ね、はい、テレビ番組なんかにね、はい、梵天が呼ばれて随分出てました。おー、その時ね、寛斎さんが梵天についてね、はいはい、梵天柄の、衣装をつけて、はいはいはい、でくっついてよく歩ってましたよ。へえ、面白い。だからその辺がね、人のデビューするときに大いに役に立ったんじゃないかなと思います。そうですね、実際梵天さんが寛斎さんのファッションショーのモデルになって出たこともあるし、すごい和柄の、はいはいはい、がもうそのテキスタイルとして採用されたこともあるっていう。おー、はい、結構深く、はい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 、コラボしています。あと、あれなんですね、漫画にも登場されてる。あ、そうですね、混血児リカに登場するんですけど、ちょうど作品の中盤くらい、はいはいはい、元山寛斎っていう名前で、はい、リカもそのファッションショーに登場してる。で、リカの扉はそこからタトゥーファッションの衣装の扉に変わっていく。結構ターニングポイントです。梵天太郎の武勇伝その6。はい、日本の入れ墨の世界に革命を起こした、はい、おいくつかあるんですけど、革命、はい、はい、もともと墨とベンガラ、はい、貝殻のね、赤と紺しかなかったんですけど、はいはいはい、そこに他の色を持ち込んだ。すごいじゃないですか。そう、なんかやっぱ伝統的な世界で、あまり突飛なことは許されなかったんですけど、梵天さんはいや、もう
緑あった方がいいじゃんみたいな、はい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 、そういう結構柔軟な考えだったんで、まあ、多色釣りっていうのがまず一つ、そしてあの手彫りだった、はいはいはい、手彫りが主流だったんですけど、あの和彫りの世界で機械タトゥーマシンを使って和彫りをスタートした、すごい、でタトゥーマシンの開発、そしてあとはあの今だと、まあ、入れ墨入れたことある人とか分かるんですけど、転写シートっていって絵を肌に写す、はい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 、まあ、実際描いていくのも早いんですよね、はい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 、その転写シートを考えたのも梵天さんって、おお、はい、一応この3つ結構すごい、じゃもう完全に今の入れ墨界にも多大なる影響を与えてると思いますね。梵天太郎のブーゲンその7、はい、演歌歌手として LP を出している、へえ、意外、はい、で、まあ、この後ろに見える、これ LP のジャケットから作ったんですけど、あの、まあ、僕と梵天さんの歌を演歌って、はいはい、あ、そう、さっき入れ墨資料行った時に、うん、針と一緒にギターを持ってった、うん、だから流しをやってたんですよね、うん、で、あの梵天さんの歌い方もちょっとあの本当ストリート感あるちょっと独特な歌い方、へえ、面白い、いい声を聞かせるっていうよりもがなるような、はい、男を見せるみたいな歌い方をするんですよ。で、歌詞がまたすごくて、はいはいはい、ヤクザの間でしか使われてないスラングを盛り込む。で、まあ、自分の演歌のジャンル、極道演歌。はいはいはい、極道演歌。そう。まあ、言ってみたら、もう、ギャングスタラップみたいな。はい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 。ギャングの世界のことを、あの、ラップする。ラップする、演歌する。ヤクザの世界のことを演歌で歌うっていう、まあ、なるほどそういう感じで、あの歌い方、あと歌詞の世界も、まあ、ヤクザすごい、うん、の世界を、はい、表現している。梵天太郎の武勇伝その8、はい、梵天太郎さんは7回結婚していますやばいそれ。これはね、雑誌でもよく言ってますけどね、はい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 、今の奥さんはラッキーセブンの奥さんだってよく自慢してました。すごいすごい、何人もあちこちあちこち、奥さんではないけれども浮気をしてました、はいはいはい、なもんで俺は女をまたぐと子供ができるんだって自慢してたけど、そのうち奥さんに怒られてパイプカットしましたマジっすか。マジ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 、これは絶対マジ半端ないですね、うん、まあそんなことで、あとなんなそんな、うん、でも一番僕すごいのは、一番最初の、はいはいはい、奥さん、奥さん、あの梵天太郎が紙芝居をやめてすぐの頃に、はい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 、今も東京にある神田の方の女学校の美術の先生になったんです、はいはいはい、すごい、そこで園長先生の娘に手を出して美術教師をクビになってるんですけど、それが1回目の結婚って言われてます。その通りです梵天太郎の武勇伝その9、はい、梵天さんが昔作った劇画雑誌が現在高所価格10万円以上です。すごい10万円。これがですね、このこれ10万もするんですか。ブラックエースっていう雑誌なんですけど、半端ですよ。梵天さんがあの編集発行、いや、もう知り合いを集めてやってまして、水木しげるとか、はい、参加してた、まあ、表紙にこんな書いてあるくらいなんで、まあ、なんか漫画かなと思いきや、まあ、実際に載ってるのはまあこの見開き1ページの妖怪画だけとかですね詐欺みたいな、はい、本当にここに何冊かあるんですけども、まあ、それぞれちょっと値段はばらつくんですが、まあ、目安大体故障価格10万円以上で取引されてるんで、はい、35億。梵天太郎のブリューデンその10、はい、右翼団体の中でも、はい、一大勢力だったあの、はい、アジア民族同盟の、はいはいはい、顧問を務めていた今だったらもう芸能活動絶対できないですね。いやもうそうなんですよ。で、山口組の中でも武闘派としてはいはい、はい、全国制覇の先兵として中にいたあの柳川組、はいはい、柳川組の、柳川次郎がヤクザ辞めて設立した右翼団体がアジア民族同盟で、その、グループの顧問で、
まあ、そういうポジションだったからこの柳川次郎の小説とかも凡天さん書いてるんですけども、本当にガチの人なので、はい、真っ黒です。凡天太郎の武勇伝10とプラス1、はいはい、凡天太郎は役者としても活動している。おすごい、はい、そうね、でそれ役者としてやっぱ出てるので、はい、一番有名なのは役者として出てるのはね、総括臨機、総括臨機、うーん、嵐寛寿郎さんとね、ワルで出てます。イノシカオチョウの2作目で、石井照夫監督のやつは本当に役名もセリフもある。おおすごい。でもその他にもロマンポルノとかいっぱい出てます。ロマンポルノは肉活の方でね、ね、プロデューサーなんとさんだったのはよく知り合いでね、飲み屋で一緒になったんだけど、その人と一緒になってね、随分出ました。マルヒ温泉岩風呂のジョージ、これにはこれとかその他にも出てましてね、あとね、花弁の入れ墨とかね、で今度ね、話についてたけど、4月の23日から、はい、ラプト阿佐ヶ谷のね、はい、ラプト阿佐ヶ谷で、はい、ちょっとこれ見ながら話しますけれども、はい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 、レイトショーをやります。レイトショー、うん、1ヶ月ぐらいかけてね、これね、梵天映画祭って すごいじゃないですか。そのタイトルで、はい、何をやるかと言いますと、フィルムがあったのは、はい、東宝で配給した、今ここにも出てますけれども今月入りか、これが3作ありまして、はい、これをとそれから東映でやった、はい、イノシカオチョウの2作、はい、これがフィルムがありますの、合うらしいんですよ、はい、だこれはフィルムで、ラフター阿佐ヶ谷で全部で8作ぐらいあるんですね、とかね。なるほど、はい、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。ということで、凡天太郎の武勇伝ベスト10ということで、ありがとうございました。どうもありがとうございました。この凡天太郎の原画のエキシビションはですね、3月の13日まで引き続きやっておりますので、皆さんぜひこれを見て興味を持った方は遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。凡天太郎の武勇伝おまけ、はい、テレ東のゴールデンタイムで、はい、特番が組まれたすごい、普通にすごい。これハワイに行って、はい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 、現地調達で金髪の女性に入れ墨掘らしてくれって頼んだくだらねーそれで番組タイトルが凡天太郎金髪入れ墨に挑戦白い肌に舞う幻の鳳凰っていう、現地でナンパした金髪の女性に鳳凰の入れ墨を背中に彫るっていう企画がやばいな。しかも9時から10時夜21時から22時の間に特番、ゴールデンタイムだ、やばいです一番いい時間じゃないですか裏番組ハングマンとかで凡天太郎の武勇伝、本当に本当に最後のおまけ。